朝です。おはようございます。チェビオで実況、僕の夏休み2、夏休み3日目、今日も元気に頑張りましょう。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ボクくんのいただきますとごちそうさまが初日に比べて元気いっぱいですね。少し打ち解けてきた感じ。前回の動画を見ていて気になった部分があったので、今日は海から、と、その前に。なんだ、アゲハチョウか。うまく取れないから、もういいかな。この排水溝みたいなところがちょっと気になったんだけど、特に何もないみたいですね。それでは本命の気になったポイントに向かっていきましょう。ありました。プレイ中は全く気づかなかったけど、動画を見直してたら気がつきました。ジェットサイダーの王冠、ゲットです。またアゲハチョウだった。突然ですが、ここで残念なお知らせがあります。動画の録画中にほんの数秒なのですが、パソコンの CPU が 100% になっていて、その部分の録画が微妙に失敗していました。とりあえずその部分では新しい蝶を捕まえました。赤星ゴマダラ、お乳の虫を捕まえた。ゴマとマダラでゴマダラなのかな。あとはアゲハチョウも見つけたのですが、まあアゲハチョウなのでそっと逃がしておきました。てなわけで、この後は多分大丈夫だと思うので、引き続き動画をお楽しみください。お兄ちゃん、いつから船のお仕事やってるの？もう14年くらい前からかな。じゃあ僕が生まれる前だね。うん。でも14年なんてあっという間だったな。さて、朝釣りを楽しもうと思ったのですが、すいません、ちょっと嘘をつきました。録画に失敗している箇所がまだ残っていました。でも不幸中の幸いか、新しい魚を釣ったシーンは無事でしたので、そこからお楽しみください。たびたびすいません。メジマ。これぞお魚って感じの見た目ですね。
ここにはメジナしかいないのかな。メジナしか釣れないので、仕掛けを浮きから枠に変えて再チャレンジ。やっぱりメジナじゃないか。またメジじゃなかった、マアジが来た。今度はマアジにシフトかな。と思わせておいてのメジナでした。気のうぐりです、ニシキデラ。もう朝釣りはいいや。アゲハチョウしかいない。同じ蝶しか捕まえられないなら、青筋アゲハ、ようやく来ました、ヌーの虫。この島では猫とよく会いますね。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。今日はおすすめはなしか。今日は夕方の船着き場がおすすめよ。なんだかすごいことになってるみたい。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。おすすめは、夜のお姉ちゃんの部屋だってさ。あんた妙なことしちゃダメだからね。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。おばちゃんが洗濯物でも干してるのかな？どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？はい。じゃあ、この中から好きな数字を選んで。どうでもいいけど、
看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。一体何が起こってるのかしら。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあ、また占って欲しくなったら声をかけてね。だいたい昨日と同じでした。こんなところで何してるのかな？安子お姉ちゃん。こんにちは。あれ？こんなところで何をしているの？可能な限り猫の視点の高さに近づいて本を読んでたんだ。猫の本なの？ネズミの本。さてと、そろそろ日の向きが変わってきたから部屋に入ろうかな。僕くんも一緒においでよ。安子お姉ちゃんはちょいちょい僕くんを誘惑してきますね。おなしアゲハ。またアゲハチョウかと思ったよ。とりあえずニュとってもとっても同じ蝶。でもこのでかいのが気になる。悔しい。アゲハ蝶だった。ここってなかなか素敵な場所だね。うん。天井高いし、結構いい線いってると思うんだ。でも、大掃除の時、ガラスを拭くのが大変なんだけどね。でも、大掃除の時、ガラスを拭くのが大変なんだけどね。これだけ全面ガラス張りだと確かに掃除は大変そうだ。そこの鍵ないと不便なんだ。お母さん早く返してくれないかな。剣棒にかまって診療所に向かいましょう。おや、何かいる。来たこれ、カワトンボ。久しぶりに、蝶以外の虫ですね。おじいちゃんってもう70超えてるんだよね。そのはずじゃ。
親が丈夫に産んでくれたせいか、風邪さえ引きませんが。ねえ、もしおじいちゃんが風邪をひいて病院に行くとしたら、どこの病院に行くの？ほう、妙なことを聞く子じゃの。実はわしゃ幸せもんじゃ。気がつけば、この地に移り住んでから、一度も他の医者の世話になったことがないのじゃ。健康とは、まさに宝そのものじゃな。先生、それは虫歯を治して、歯医者さんに通わなくてもよくなってから言ってくださいね。あら、かわいい。年を取ると、どうも肩が凝っていかんな。今日の10円の背広を。ねえ、おじいちゃん、肩叩きしてあげようか？ほう、それはいいの。じゃ、お願いするとしよう。うん、その調子じゃ。おや、これはなかなかの腕前じゃの。うん、その調子じゃ。どうもありがとう。楽になったわい。そう？それはよかった。はい、これはお駄賃じゃ。わあ、10円だ。ありがとう、おじいちゃん。いやはや、肩を叩いてもらったおかげで快適快適。ねえ、ぼくくんは夏バテしたことあるかな？夏バテか。あるようなないような。でも夏バテの記憶がパッと思い浮かばないので、なかったことにしちゃおう。例えば、口当たりがいいからって、そうめんや冷麦みたいな炭水化物ばかり食べてちゃいけませんよ。そうなんだ。炭水化物をエネルギーとして燃やすのに必要なビタミン B 群は、汗をかいたら体外に出てしまうの。それでエネルギーが足りなくなって夏バテすることもあるのよ。へえ、そのビタミンなんとかは何に入ってるの？ビタミン B 群は、豚肉とか、うなぎ、ごまなんかに多く含まれてる栄養素なの。だから、夏にはうなぎっていうのはちゃんと根拠があるのよ。へえ、勉強になりますね。このしじみ、ちっちゃくてかわいい。なんだよあれ、あんなに高いの、捕まえられないよ。黒日陰、なんだかすごく中日っぽい。
砂糖水塗ろうっと。砂糖水塗ろうっと。ボイシジミ、トゥルルってするのかな。どうやら砂糖水を塗ると虫が初期位置の切り株に戻るようです。砂糖水塗ろうっと。急げ。間に合いませんでした。もう一回。砂糖水。悔しい。もう一回。砂糖水塗ろうっと。これでも黒日陰。砂糖水塗ろうっと。それやっぱり間に合わない。おや、今何かいたな。日暮らし、富達へ、泣く頃に。砂糖水塗ろうっと。したこれ。なんだ、黒日陰くわ。今何時だろう。10時14分かな。ここはもういいや。それよりも奥に進んでみようかな。なんだろう、ラストダンジョンの入り口かな。なんだか素敵な砂浜に出ました。さこれ、赤星ゴマダラだけど、キングサイズなので、捕まえておきましょう。せっかく海辺まで来たし、海釣りを楽しもう。しなってる、大物かな。ボラが釣れた。目がちょっと怖い。
魚影はちらほら見えているのに、なかなか魚がかかりません。餌の問題なのかしら。何かかかった。シロギス、昨日ぶりですね。マコガレイ、平べったい。また君から。洗濯物干しの、おばちゃんに会いに行かなきゃだし、上着を脱いで、海から泳いで民宿に帰ろう。調べながら行こう。おや、滝の下に洞窟を発見。一回呼吸を整えて中に入ってみましょう。真っ暗で何も見えない。ちゃんと進んでいるのかな。後ろを振り返ったら、まだ入り口でした。奥には続いてないのかな。
洞窟というよりはただの溝っぽいですね。さて、軽く探索を続けながら民宿に戻りましょう。あれ、今なんか光ってたような気が。どこだろう。さっぱりわからない。まあ見つからないし、また今度でいいや。わかってたけど、やっぱりおなじみの調査地でしたね。時間は11時16分。今日も暑いね。僕くん、汗かいて汗もになってないかな。うん、大丈夫だよ。僕、小さい頃よく汗もができてたんだけど、お風呂上がった後、添加粉をつけてもらうの大好きだったんだ。添加粉か。あれはうちのたけしもしげるもお世話になったな。てなわけで、今回はこのあたりで前編の動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。
今日も暑いね。僕くん、汗かいて汗もになってないかな。うん、大丈夫だよ。僕、小さい頃よく汗もができてたんだけど、お風呂上がった後、添加粉をつけてもらうの大好きだったんだ。添加粉か。あれはうちのたけしもしげるもお世話になったな。てなわけで、こんにちは。チェビオで実況、僕の夏休み2。夏休み3日目、まさかの中編、スタートです。ってことは、たけしとしげるの分なんじゃないか。まあ、よくわからないので、そっとしておこう。ここは相変わらず、いまいち虫との距離感が、つかみづらいです。勢い余って隣のマスクに移動してしまいました。捕獲済みの虫ばかりですね。砂糖水塗ろうっと。家の近場の木に砂糖水も塗れたので、今日のルーチンワークである朝顔の水やりをしましょう。あばばばば。この水をかぶるところまでがテンプレって感じですね。気になるのでつい捕まえてしまいますが、やっぱり同じ虫でした。確か左がたけしで、真ん中がしげるのやつなんだ。だから右のやつが僕の朝顔になったんだけど。やっと捕まえたのにな。お邪魔します。今日は猫がいませんね。じっくり見たっていいじゃない。だって、僕くんだもの。
お地蔵様で、今日の運勢を占って。お地蔵様で、今日の運勢を占ってみましょう。やったね、中吉。集まれ。到着到着。さてと、今日は何の用？虫や技の特徴のことを何が聞きたい？特に新しい情報はありませんでした。あのね、僕くん、君、今みたいに勝手に秘密基地に入ってきていいと思ってる？え？どういうこと？本当はダメなの？じゃあ虫相撲で俺のクイーンカブトを倒せたら正式に俺たちの仲間として認めてやるぜ。それまでは見習い扱いだ。そういうこと。そうなんだ。でも僕がそのクイーンに勝てたら、この上の展望台に上がってもいいのかな？もちろん。ま、クイーン兜は僕ちゃんがある程度強くなってきたら出してやっから、期待して待ってな。それでは、展望台を目指して、虫相撲と行きますか。ノコギリクワガタ、君に決めた。まず、俺が相手ね。バトル、スタート。よし、行け。技のレベルが上がったぜ。新しい技を身につけたんだ。次、僕の番か。順調な滑り出しですね。頑張れ。わあ、負けちゃう。ちょっと危なかったけど、とりあえず2連勝。よし、行け。頑張れ。頑張れ。頑張れ。あー、悔しい。やるなら、ノコギリクワガタ。僕の番か。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。ああ、強くなりたいよ。じゃあ次は俺の番ね。いけいけいけ。向こうは3回叩いたか。ならばこちらも1回、2回、これでどうだ。
どんな問題？ダメだった。戻れ、ノコギリワン。行ってこい、ノコギリツー。勝ったらもう消え、ぐらいの気持ちで願いを込めて3回叩こう。よし、行け。すくい投げ、タコレ。次、僕の番か。もう一度、すくい投げに期待で3回。頑張れ！あれ、勝っちゃった。残念、不発のすくい投げ。手持ちのポケモンじゃなくって甲虫が全部負けたので、ダブっている蝶を交換に出してみましょう。ダメだ、赤星ゴマダラ全然ダメだ、価値が低すぎる。さようなら、赤星ゴマダラ。コッペパン。リップならどうだろう。リップでも 0.3 か。これは厳しい。何も交換できないので、この子も残念ながら。コッペパン。あ、土俵の左上にある虫ランクっていうのはね、俺たち兄弟が土俵に出す虫の強さをリクエストするためのものなんだ。強いでたくさん勝たれたら、こっちも本気でもっと強い虫を探してこようと思ってる。ま、頑張ってくれよな。なるほど。それじゃあ今日は解散です。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。虫だ。ウラギンシジミ。ブルルシリーズかな。一度ニューの虫を捕まえると、続けて同じ虫が手に入る法則。この木って、もしかするとカブトムシやクワガタの木かな？木に吸い寄せられました。あれ？見つけた！タコレ、コクワガタ。これでまた虫相撲ができるぞ。虫探してるの？そう、俺たちは砂糖水を塗ってるから、朝早くだといつもよりたくさん取れるはずなんだけど、今日はどうなんだろう。どうすればいいの？虫が落ちてくるように火を蹴っ飛ばすんだ。あと、砂糖水が欲しかったら夜中に台所に行って自分で作ってこいよ。それでたくさん取れるの？うん、ちなみに砂糖水を使うときは三角ボタンだよ。
もう知っている情報を、どうもありがとう。それよりも、セミっぽい何かがいた。なんだ、富武くは。あと、虫をたくさん取るコツは何だろう。運勢かな。あと、虫をたくさん取るコツは何だろう。運勢かな。砂糖水塗ろうっと。あれ？やった！さすがは中吉、コクワに続いてノコギリ3をゲットです。なんか、でかいのがいる。来たこれ、鬼閻魔。有名どころが来ましたね。もう一回集合だよ。虫相撲やるよ。到着到着。さてと、今日は何の用？捕まえたばかりのコクワガタ、君に決めた。まず俺が相手ね。いけいけいけ、よしいけ、よしいけ、よしいけ。どんなもんだい。これはひどい瞬殺じゃないか。はい、じゃああれです。今度こそ本当に解散です。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。明日覚えてろよ。時間は2時57分ぐらいかな。短い針の位置がちょっと、2に寄りすぎてて、2時前かなって悩みました。ここで釣りはできないようです。
を泳いで、ロケット大好き、ヨウ兄ちゃんの家に、向かってみましょう。でもその前に、魚がいるので、魚釣り。何も来ませんでした。坊主ってやつですね。例によって、放置の方向で。ワカメロープは、ここでくるっと経由して、あっちに向かってるんですね。今何か、海底で光っていましたが、プレイ中は、全く気がついていないので、民宿近くのキラキラと合わせて、4日目に回収したいと思います。覚えていればですが、はい。でかい魚がたくさんいるでゲソ。これはさすがに釣りをしないわけにはいかないじゃないか。小さいのが釣れました。メバル、まん丸おめめが、かわいいな。
ボラボラボラ、下枕下枕下枕、白ギス下枕下枕。あらかた助演は片付けたのですが、同じのしか釣れなかったので釣りはもう切り上げましょう。姫しじみ、綺麗な色のプルルですね。大紫、本当に大きいな。虫かごがいっぱいなので、とりあえずポケットに入れて、で、入るのかなこれ。まあ入ったってことにして虫かごを整理しよう。3匹いるし、こいつにしよう。まだ一度も戦ってないけど、バイバイ、ノコギリ3。コッケパン。初めての川釣りをやってみようかな。ニジマス、串に刺して塩焼きにすると超うまいですね。ニジマス、串に刺して塩焼きにするとね。なんだろう、ちょっとめたい発言をして申し訳ないのですが、木の下の方、切り込みが入ってるよね、これ。やった！何かないか、調べるボタンを連打しながら、うろついてたら、ザリガニを見つけたわ。おや？もう夕方だったか。そろそろ船着き場と、あとその前に、おばちゃんのところに寄って、晩ご飯クイズをやっていきましょう。
でも、動画の再生時間的に、今回は、この辺りで終了となります。ご視聴、ありがとうございました。後編に続きます。こんにちは。チェビオで実況、僕の夏休み2、夏休み3日目、後編です。続きをやっていきましょう。晩ご飯クイズのために、まずは冷蔵庫を漁ります。野菜とか刺身とか、小魚とか芳香剤が目につきますが、やはり目立っているのは、イカの存在でしょうか。ボクくん、今日の晩ご飯は何だと思う？イカが目立ってたし、ここは普通に、イカ飯なんじゃないか。イカだけに。じゃ、今日の晩ご飯、楽しみにしててね。熊本代表阿蘇山南高校対宮城代表仙北農業高校の戦い。仙北農業のエース星垣、2回の表阿蘇山南の攻撃に対して大きく乱れました。バッターボックスに7番ライト種子島を迎え、現在ノーアウト 1,2 塁の大ピンチです。夏の全国高等学校野球大会、こちらは甲子園球場からお伝えしています。夕方なのに高校野球、録画かな？時刻は16時35分。夕方の船着き場は17時からなので、少し時間を潰すため、海の中を探索してみましょう。近場を軽く探索しましたが、特に何も見当たりませんでした。海の中でもマップの移動があれば時間は経過するようです。実家が盛岡って、そっか、たくさん岩手の人なんですね。いいえ、私の生まれは東京の本郷なんです。父が定年して自分の生まれ故郷に家を買ったんです。そうなんですか。はい。そうか、人生いろいろだな。店長さんってちょっとだけ変な人ですね。え、そうですか。はい。そうか、
人生いろいろだな。船長さんってちょっとだけ変な人ですね。え、そうですか。はい。なんだろう、このボク君の空気感。なるほど、あの塀はここに出るのか。名称はわからないけど、この回るジャングルジムが設置されている公園は他の公園に比べてワンランク上の公園ってイメージがあります。実際にはこんなにくるくる回りませんけどね。光ちゃん、朝からずっとそこに？ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。内容は朝と変わらないのね。おすすめは、夜のお姉ちゃんの部屋だってさ。あんた妙なことしちゃダメだからね。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？じゃあ、また占って欲しくなったら声をかけてね。6時前、そろそろおじさんが迎えに来るかな。へへ、こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ、帰るぜ。昨日山に落ちたヨウ兄ちゃんのロケット、なんだか見つからないみたいだね。あら、かわいそう。部品を再利用するって言ってたのにね。先月海に落ちた時もみんなで探したんだけどさ、あっちは深いところに流されちゃったみたい。そうなんだ。じゃあ、いただきます。いただきます。シゲルが壊れた。どうしたシゲル。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ここの海ってあんまりクラゲがいないね。うん、ここは潮の関係であんまり出ないんだ。僕、触るのは怖いからできないけど、クラゲ見るのは好きなんだ。え、なんで？水の中にプカプカ浮いて気持ちよさそうだし、見た目も可愛いじゃない。食べるのが好きっていうのはわかるけど。え？クラゲが好きってそんなに変かな？思い切り笑われていましたが、私もクラゲは可愛いので結構好きです。なんだか癒されますよね。おばちゃんのカタタタキクは、夜のヤスコ姉ちゃんクは、どちらを先にしようか悩む。悩んだ結果、夜の海釣りに決定。釣りの後、海からのルートでヤスコ姉ちゃんの部屋に向かいましょう。周辺で捕まえたザリガニは魚の餌だったのか。
だ。見慣れたシロギスじゃないか。かわいい。しまった。夜の海には入れないじゃないか。しょうがない。民宿の中を先に回ろう。今日の晩ご飯は油が乗った金目鯛の煮付けとイカシューマイ、それに青菜炒めを添えてみました。残念、外れちゃったね。残念、メインは金目でイカはシューマイだったのか。今日もなんだか疲れちゃったな。ねえおばちゃん、肩叩きしてあげる。え、本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。今夜もいつもの小銭稼ぎに精を出していきます。うん、その調子。ありがとう。じゃあお立ちにあげるね。わあ、10円だ。ありがとうおばちゃん。僕くんにちょっと叩いてもらったらずいぶん楽になったな。二人がいない。お風呂タイムかな。絶対いるわ。これなんだ。今の無言タイムは。ねえ、ここのお風呂いいと思わない？なんで？多分ね、大きな海が目の前にあるから。お風呂も大きいのじゃないと釣り合いが取れないと思うんだ。そんなことって関係あるの？うん、でもお風呂にクジラが入るわけじゃないけどね。一体何を言っているんだろうこのサイモンは。お風呂に入って綺麗な体になったので、ドキドキをこらえながら安子姉ちゃんの部屋に向かいます。なんだか緊張しますね。
ところで何を読んでるの？え？船の上で読んでたのと同じやつだけど、中学の時に読んで気に入ってたファンタジーものなんだ。歌を歌う宇宙船が主人公なの。でももう一度読み直したら、なんだか少しだけ色褪せて感じるんだよね。マクロスセブンかな。私少しだけ大人になったのかな。でもこれって嬉しいことなのかな。ボツくんが大人になる準備をしてきたのに、ヤスコ姉ちゃんは一人で少しだけ大人になってしまったようです。お邪魔します。ねえおじいちゃん、僕すごいことに気づいたんだ。え？なんじゃ、言ってごらん。前に聞いた数え年の話、あれ僕も数えたんだ。ほう。正月にも年が増えるんだったら、僕もう18歳だから車の免許取れるんだよ。つまりどういうことだってばよ。こらこら、正月に年が増えるんじゃから、自分の誕生日には増えないのじゃよ。欲張っちゃいかん。ボク君の発想にはかないませんね。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は2ね。1、2。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。赤丸、ひたこれ。おみくじ地蔵は占いができるお地蔵様なの。民宿の近くにあるんだけど、知ってる？どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。おすすめは夜のお姉ちゃんの部屋だってさ。あんた妙なことしちゃダメだからね。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。そういえば昔民宿に来てたおじさんが夜港でたくさん魚が釣れたって言ってたよ。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。どうでもいいけど、看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。一体何が起こってるのかしら。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。基本的には同じような内容でしたね。2階の表、阿蘇山南が仙北農業のエース星垣の配球の乱れをうまくついて大量得点し、7対2と阿蘇山南が快勝しました。夏の全国高等学校野球大会、明日も甲子園球場からお伝えいたします。夜の船着き場で釣りもしたいところですが、ちょっと時間が足りなそうなので、今夜はまっすぐ帰りましょう。
寝る前のおトイレ、ジョロブルタイムです。無事に戻ってこれました。それでは今夜も今日一日の収穫を振り返ってみましょう。大紫、ついに登場、日本代表国鳥だ。クヌギやミズナラの樹液が好きで、大勢で群れることもあるよ。赤星ゴマダラ。羽の下、赤い点々がチャームポイントなんだって。バタバタせずに、風に乗る蝶。オナシアゲハ。羽の先、尻尾みたいに伸びてない。だからオナシと呼ばれてる。生まれ故郷の台湾から飛んできたんだよ。黒日影、羽の模様は目玉の行列。たくさんあって、ややこしい。クヌギの木の樹液が好物なんだって。ゴイシシジミ。じいちゃんの好きなゴイシを並べたような不思議な柄の羽を持つ。アブラムシから蜜を吸うんだって。ヒメシジミ。草原や河原の上をゆっくりのびのび飛んでいる。群青色に白い縁取りがおしゃれだね。スモモシジミ。その名の通りに、スモモが大好きなんだって。夕方になると、木の上の高いところを飛んでるよ。ウラギンシジミ。くるりくるくる、旋回しながら空を飛び、時には地面で一休み、お次はどこへ、行こうかな。アオスジアゲハ。黒い羽に光るインクで模様を描いたみたいだね。早く飛ぶから捕まえるのは大変なんだ。ヒブラシ。薄暗い雑木林の木の根元、近づくと飛び出してくる。初夏の夕方かなかなと悲しく鳴くのはこのセミなんだ。川トンボ。山の中の川の上、ひら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 飛んでいる。だいだい色茶色、無色透明、いろんな色の羽を持つ。オニレンマ。日本で一番大きなトンボ。体に似合わず細くて浅い、綺麗な川がお気に入り。鬼と言うなら怖いのかしら。コクワガタ。その名の通り、小さく可愛いクワガタだけど、どこにでもいるのは、丈夫な体の持ち主だからだよ。てなわけで、虫相撲で使うので、コクワガタは虫かごに戻し、虫かごの中のノコギリクワガタと合わせて、今までに捕まえた虫は、全部で24種類になりました。結構増えてきましたね。それでは次は、釣果を確認してみましょうか。確認済みの魚は飛ばしていきますね。メジナ。
小さいやつなら港の中にいっぱい住んでるよ。大物狙いは港の外で浮きを使ってみよう。マアジ、カッカ光る日本の魚の代表選手。サビキで大量を狙ってみよう。ボラ、当たりは弱いがかかるとぐんぐん引いてくる。卵はカラスミの原料になるんだって。マコガレイ、早朝なら釣りやすい。カレー、砂場に住んでいる。大きいものは50センチを超えるらしい。メバル、波が少ないところが好きなんだって。目が良いので暗くならないと釣れないよ。ニジマス、もともとアメリカ生まれだが日本中で放流されて一部で自然に繁殖してる。引きが強い。アオリイカ、夜光に集まる。町の魚屋で見かけないのは田舎の人が全部食べちゃう美味しさだから。チョウカは全部で11種類。まあまあですかね。では次にジェットサイダーの王冠を確認していきましょう。ナンバー18、ノドザウルス。背中のガタガタ痛そうだけど触ってみたい。少しだけ。そういえば今日は1個しか王冠をゲットしていませんでしたね。それでは最後に一日の締め、絵日記を書いて今日もおやすみなさいしましょう。水の中、気持ちよさそうに浮かんでる。カッカふわふわ、綺麗なクラゲ。かわいいと思うの、僕だけかな。今のは、僕くんの見た、クラゲの夢かな？てなわけで、夏休みは4日目に続きます。ご視聴、ありがとうございました。